9月6日、いよいよスウェーデンのストックホルムからビッグなミュージックイベントがやってきます。その名も、ウェストコーストセレブレーションストリーミングイベント。参加してみたくないですか？40年前にリリースされた伝説のアルバム、エアプレイ、デイビッド・フォスター、ジェイ・グレイドン、トミー・ファンダーバークによるこのアルバムは、今も昔も多くのミュージシャンにインスピレーションを与え、ウェストコーストミュージックにおける究極のアルバムです。このスペシャルなストリーミングライブは、スウェーデンの有名なミュージシャンたちが参加し、エアプレイの曲を中心に様々なウェストコーストの名作をお届けします。世界的にライブができない厳しい状況が続いているので、このストリーミングライブのために厳選されたミュージシャンたちは、最高のパフォーマンスをする準備に燃えています。ウェストコーストセレブレーションストリーミングイベントからの収益は、コロナによって影響を受けたスウェーデンのアーティストたちに寄付されます。リンクをクリックするとチケットの購入サイトへ進むことができます。ストリーミングライブコンサートは2回行われますが、1回目は日本の皆さんに合わせて日本時間の夜8時にスタートです。2回目はアメリカの時間に合わせていますが、もちろんこちらのチケットも購入可能です。日本で活動しているスウェーデン人のミュージシャンたちも多数参加しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。